皆さん、はじめまして、まやです。私、つい先日、最高位戦日本プロ麻雀協会第40期前期に合格しました。イエーイ。いや、本当にありがとうございます。まず私は麻雀も大好きなんですが、それと一緒に映画もめっちゃ大好きなんです。ということで、まやの映画で麻雀大喜利、今日皆さんと一緒に見るのは博士と彼女のセオリーです。一体どんな手になるんでしょうかね。それでは早速レッツ対局。さあ、私の手はこちらです。こちらの映画はつい先日のアカデミー賞主演男優賞も、ね、受賞されましたね。 AD さんがもうこの予告動画を見るだけでも本当にすっごい良かったです。もう絶対見に行こうと思いました。さあ、ただ私が弾いているのは自敗ですが、ここからですよ。巻き戻したい。トン先に切っちゃった。あ、そして倒れた。もうここからね、この博士はね、難病なんですよ。私の手もちょっと若干まだ病気気味ですけど、ちょっともうちょっと良くしないと。悲しい結末とか言わないで。ここ絶対上がりたい。だって単野はいっぱいあるし。 Yes, he loves me。 神様愛して、私も愛す。生きる希望を繋いだ。ダメだ、これじゃダメ。来い。車椅子の天才物理学者、それは楽しいや。その知られざる愛の物語。こうなると来ましたよ。希望。これは完全にリーチ。来い。あ、ダメだ。ローワンじゃダメ。来い。アッパーワン違う。来い。ラウワンもダメ。来い。ドラッキル。最後のつも18000点。